雲気高原の一雲南石場やし戸部京雲気高原は中華人民共和国南西部の高原。名は雲南省と貴州省にちなむ。雲南省中部の愛老山脈よりも東、東南丘陵よりも西の一帯に広がる。行政区でいえば、雲南省東部、貴州省全域、厚生地湾属自治区の北西部、及び四川省、湖南省、 湖北省の小境付近にあたる。アイロー山の西には横断山脈が走り、チベット高原へと続いている。海抜が高いため、高原の日照は多い割に、気温は低い。日格差は大きいが、年格差は小さい。季節は雨季と寒季に分かれる。最もっとも、峡谷の底や盆地、高原の各部分での気候の差も大きい。 海抜は1000メートルから2000メートルであり、地勢は北西が高く南東が低い。最も高い地点は雲南省北部の3700メートルほどの部分である。高原の中には多数の山間盆地があり、現地ではこうした盆地は5と呼ばれる。盆地や河川により、雲気高原はさらにいくつかの高原に分けられる。雲南省東部の点、東高原。 北部の天、北高原、西部の天西高原、中部の天中高原、紀州省北部の県北高原、中部の県中高原、西部の県西高原などである。雲気高原は、北の長江流域と南の玉江流域、及びベトナム北部を流れる黄河流域の分水嶺でもある。高原を流れる主な河川には、長江の上流である金佐江、 長江の支流である宇航、元江、広島、とか、牛蘭江、玉江の源流である南番江、その支流である北番江、流江、郊河の源流、元江などがあり、雲気高原を貫いて流れ、深い峡谷で高原をさらに小さな高原に分けている。近西にある虎戸べ峡という峡谷は、山の上から谷底までの落差が3000メートル以上もある険しい峡谷で、 右宙の峡谷も深さが300メートルから500メートルに達する。雲南省には、昆明市の天地、大理市の海、霊光市と四川省の間のロココなどの大きな湖も点在する。雲気高原は、石灰岩が多いため典型的なカルスト地形が広がっている。至るところに、昇乳道、昇乳石、石巡、天然の石中、地下河川、 柱のような峰々が見られる。有名なものには、雲南省赤林遺族自治県の道南石林市、紀州省安巡視の安順龍宮などがある。ありがとうございます。